ウペルナビクは、グリーンランドのアバンナータ自治体にある、小さな町、同盟の島に築かれている。人口は2010年の時点で1129人と、グリーンランド全土で13番目に多い。規模が小さいため、町の端から端まで歩いていくことができる。地名は、グリーンランド語で、とこはるの地のい。新しい境界1824年。 ウペルナビク近郊でキンギグトルス枠のルーンストーンが発見された。これは13世紀のバイキング作と推定されるルーン石碑で3人のバイキングの名前や付近の毛案の組み立て方法などが記されていた。ウペルナビクはバイキングの痕跡が発見されている最北の地で、それらのバイキングの物品はイヌイットの商人によってさらに北へ運ばれた可能性もある。 ウペルナウィク空港にはエアグリーンランドが就航しておりカーナーク、カール市とビルリサットとの間に定期便が運航されている。軍島のほとんどの集落の間には平日ヘリコプターのベル212が運航される。夏にはロイヤルアークティックラインの小型フェリーが村ム々ラムラを訪れる。ウペルナウィク軍島、ウペルナウィクは バフィム湾の北東部にある広大なウペルナビク群島の小島に築かれた。群島は、シグープヌナー半島の北東、北緯71度50分整形56度00、分、北緯71.833度整形56.000度、71.833-56.000 71. 付近から、メルビル湾の南端、北緯74度50分整形57度30分、 北緯74.833度整形57.500度、74.833-57.500付近にかけて広がっている。人口は2010年の時点で1129人。過去20年間は比較的安定して推移しており、1990年と比べ17%以上増加した。群島内の小さな村落からの出稼ぎがその要因にされる。 過去20年間のウペルナビクの人口推移、ありがとうございます。